映画四柱日記の主人公坪内雄三の登場である。それにしてもこんなに早くからもう飲むのか。レーザーディスクをいっぱい買い集めてたさ、何百枚も。でそれをこう見てるとさ、あの昔のシーンが異常に映ってるわけよ。例えば原宿ホコ天とか出てるわけよ。ああいうのを見るとさ、今より全然自由な時代だよね。もちろんものすごい自由だよね。警察が協力して道を塞いでみんなを踊らせたわけでしょ。ね、木村巨人のちょっと全然ないお邪魔します。僕たんでもないですけど。なんか目に死んでるな。今、目がずっと生きてきて親友とか一人もいないですよ、ね。本当に、今まで。じゃあ俺はいるのかな。いや、いない方がいいなと思う。だんだん年取ると思いますね。全然それで結構みたいな。ね、うちのかみさんはね、東京の人なんだよ。で、やっぱり嫌なんだ、俺のこと。そんなことない。いやいや、それはね、いや、それは男、女とか、そういう問題だよ。現代、現代、隠れが書いてもらいますよね。隠れ隠れも書いてない。書いてないから、そうか、隠れが見たいな。隠ちゃんってね、隠れってね、番付がいいの、隠ちゃん、本当にね、こう、番付がいいんですよ。そういう人って物語の世界で見ますよね。俺なんか一部の人が番付けるのいい物書きだと思われてるんじゃないかと。